こんにちは、アヒコダンスプロジェクトの小野アヒコです。今回は雨を用いたダンス作品3作ということでお話ししたいと思います。よく創作ダンスなんかのテーマで雨なんていうのね、創作ダンスやる方出てきたりすると思うんですけれども、そういう方のねとかね、雨を使うシーンなんか興味あると思います。さらに舞台を作る方ね、雨を用いた作品ってどういうのがあるんだろうなんていうようなことをね、考えることもあると思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。まず1作目なんですけれども、1作目は雨に歌えばです。とても有名ですよね。有名なミュージカルです。1952年に最初にアメリカで初演されて、映画で公開になってから、ミュージカルとしても上演されるようになった作品です。初演はジーン・ケリー、その俳優のジーン・ケリーが振り付け、演出、そして主演もやっているわけなんですね。でこの映画の中で、そのジーン・ケリー自身が主人公のドンという役をやっているんですけれども、その、映画の中で、彼自身が雨の中で傘を振り回しながら、というか、彼が傘を振り回しながらも踊る場面があるんです、その場面についてご説明します、まずその場面のある前にですね、前の設定として、その踊る前に、そのドンっていう主人公はキャシーという女の人に恋心を抱いているわけなんですね。でそのキャシーに告白をするわけなんです。そしてキャシーがいいわよっていうふうなことを言うので、そこで舞い上がって、嬉しくなって踊り出すというのが、その雨の中で踊っているシーンになるわけなんですね。なので、とってもハッピーになってしまって、舞い上がってしまって、街灯にこう登って、そこでこんな踊ったりとか、あとタップをして、水をバシャバシャやったりとか、こう傘を振り回したりとか、飛んだり跳ねたりみたいな感じですごいんですけれども、すごいハッピーに舞い上がって踊りになってます。で最後に警官に睨まれて終わるっていう風になっているんですけど、それくらい雨なんか平気さみたいな、こう雨をかぶる、わざとかぶるなんていうところもあるんですけど、下にリンクがあるのでぜひ見ていただきたいんですけれども、雨なんか平気っていう風なくらいハッピーだっていうことを、雨が強調しているというような感じで使われてますね。そのくらいハッピーな踊りっていうふうに描かれているわけなんです、で2つ目はコンテンポラリーダンスですね。これは私の好きなピナ・バウシュの作品なんですけれども、フルムーン、満月、水の舞台っていうふうに日本語で訳されてるのかな、っていうふうに言われている作品です。内容として初演されたのが2006年ですね。ムバダートで初演されています。で内容としては、その満月の夜に起こる出来事っていうのをダンスでいろんなダンスでこう表現していくわけなんですけど、その中で一つ女性のソロなんですけれども、一人椅子の上に座って、それで雨音を聞きながら動き出すっていうところがあるんです、そこでこう雨音を聞きながらだんだんこう身もだえするようになってきてね、そしてこう激しく髪の毛とか振り回してこう踊り出すなんです。そのままこう雨の降っている中に入って、舞台に雨降らせてるんですけど、雨の降る中に入っていって、またさらに激しく踊るっていう風な踊りがあるんです、そのシーンで最後に彼女はバタッていう風に床に倒れるんですけれども、そうすると脇から黒子みたいな人が来て、その彼女が倒れている周りをこうチョークで囲うんですね。で彼女がそれをあと思って逃げると、さらにその彼女の足元をこうチョークで囲って追っていくわけなんです。そのシーンを見ると、その彼女自身が何かこう雨が降っている中で何かがこう思い出されて、でその感情に対して葛藤をして、そして逃げようとしているなんていうような、そういう感情が読み取れます、そういうふうに雨のが降ったことで呼び起こされる感情っていうものを、これを表現しているっていうことになります。そのように、雨が用いられたということなんですね。で3つ目の作品は、これもコンテンポラリーダンスで、
ローザスのレインという作品になります。この作品は2016年に初演された作品になるんですけれども、群舞でね、振付家がアナ・テレサ・デ・キエス・マイケルという振付家、まあ、コンテンポラリーのミニマリストなんですけれども、の振付家になります。でこの作品のタイトルがレインなんですね。別に作品の中でこうシンギン・ザ・レインとかそのフルムーンみたいに雨が降ってるわけでは全然ないんですね。でこのタイトル、なぜこのレインっていうタイトルがついたかというと、そのレインの、ね、ダンス作品を作っているリハーサル中に、そのダンサー、一人のダンサーがね、このレインの小説を持ち出してきたということなんです。それをみんなで、まあ、シェアして、でこれをじゃあタイトルにっていうふうになったらしいんですね。でこの小説レインの内容なんですが、この小説を書いたのはニュージーランドの作家さんですね。カースティ・ガンという女性の作家が書いた作品なんです。で内容はですね、主人公のジェイニーという女性が夏休みに家族で湖畔で過ごすんですけれども、その時に弟が溺れて亡くなってしまうですね。でその弟の死っていうのに自分の責任を感じて、そしてそのことについて書いてるという作品なんです、ね、その湖畔でこの、ね、その小説の中では、その湖畔で、まあ、大人の世界とは全く別に弟と二人で子どもの世界を作ってですね、で、まあ、楽しくこうやっていたわけなんですね。そのジェーン自身も弟がすごい大好きだったらしいんですけれども、その中で弟が溺れて死んでしまうわけなんですね。そこでその姉のジェーンは私のせいなんだっていう自責の念と、そして失ったものはもう帰ってこないけれども、でもまだその弟の思いが自分にあるっていうようなことを、その小説に書き綴っているわけなんです。でこのレインというダンス作品の方でですね、このアナ・テレサ・デ・キエス・マイケルはその失ったものへの思いとか、そういうものを作品全体にこう漂わせるように、まあ、そのダンサーたちで共有してということで、その作品全体に漂わせるようにその作品を作ったということなんですね。もともとこのキエス・マイケルというダン、あの振付家なんですけど、彼女はミニマリストで、あまり感情っていうことに関心のない人なんだったんですね。あのロンドンにいた時にモマのインタビューで、モマって現代美術館でインタビューをやってたんですけど、聞いたことがあるんですが、ね、彼女ははっきりとね、私はフィーリングっていうのはあんまり関心がないのよみたいなことをね、なんか言って、誰かがこう質問したんですけど、そしたら私はね、フィーリングっていうのは関心がないのよなんていうようなことをね、はっきりと言っていたんですね。まあ、彼女として一番得意なのっていうのは、やはりその振り付けの構成とか、黄金分割とかね、こう使ってこう螺旋形の構図でダンサーを動かしたり、こう斜めに行ったりとかね、そういう風な構図とかね、そういうことの得意な振り付け家なんですね、彼女はね。なのであんまりそういうフィーリングっていうのはあんまりっていうようなね、ところがあるんですけど、この作品の中ではその小説からその、ね、フィーリングを取って、ね、雰囲気を盛り込んでいたということなんですね。まあ、どちらかというとダンス作品というよりも、その小説からその雨っていう、なんていうの、その小説からそのメランコリックなあの感情っていうのを受けたっていうことで、ダンスに盛り込んでいったことになるんですが、この3つの作品からですね、やはりこの雨っていうのはもともと何かあの暗いイメージ、陰鬱なイメージっていうのがね、あるっていうことがわかると思います。さらにはその、ま、その雨が降っているっていうことからね、人の感情っていうのが何かこういう雨が降っているっていうことからこう呼び起こされる感情っていうのがあって、そのことから表現を、ダンスの表現を作っていったというふうにも言えるんじゃないでしょうか。そういうふうにこの3つの作品を通して雨というのがその演出に対して大きな役割を担ったというふうにも言えそうです。今回は
雨を用いたダンス作品3作ということでお話ししました。このチャンネルではこのようにコンテンポラリーダンスに関する情報やコンテンポラリーダンスのエクササイズ、体を鍛えるエクササイズなどの動画もアップしていますので、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。